東、シベリア、太平洋石油パイプラインは、ロシア産原油をアジア太平洋地域へ輸送する石油パイプライン。2009年12月に、東シベリアのイルクツク州大シェットからスコボロディノまでの第1期工事が完成。2010年9月には、中国体系市への支線が開通して、中国への原油供給が2011年1月から行われている。 スコボロディノからコズミの港までの第2期工事は2014年に完了する予定で、この工事中はスコボロディノから鉄道輸送でコズミの港ターミナルまで原油が輸送されている。ロシア国営石油パイプライン企業トランスネフチがパイプライン建設に当たった。東、シベリア、太平洋石油パイプラインについて会談するメドベージェフ大統領と トランスネフチ社ニコライトカレフ社長。1998年、ロシアの民間石油会社、ユコスが、同社の製油所がある東シベリアのイルクーツク州、アンガルスクから、中国北部大帝市への自社石油パイプライン付設を計画したところ、これに対抗する形で、国営石油パイプライン企業トランスネフチが2000年に、 イルクーツク州タイシェットから極東なホトカ近郊の小隅の絵のパイプライン付設計画を発表した。2003年5月、ロシア政府は、両社のパイプライン付設計画を統合して、東、シベリア、太平洋パイプラインを建設する決定を下し、ユコスが原油の供給、トランスネフチがパイプライン建設を担当する、パイプラインプロジェクトが発足した。 2003年5月29日、ロシアと中国はパイプライン建設合意書に署名し、2004年12月31日、ロシア政府は東シベリアの町、タイシェットから太平洋沿岸のペレボズナヤ湾までのパイプライン建設計画を承認した。パイプライン建設工事は2006年4月に始まり、2008年10月4日にはタイシェットから タラカンまでの布設を終えた。第一期のパイプライン布設工事は2009年5月に完了。第一期分の工事全体も2009年12月に完了し、2009年12月28日、コズミの港ターミナルで、ウラジーミルプーチン首相も出席した、開通式典が取り行われた。2009年2月、ロシアと中国は、 エスポパイプラインから中国への支線建設合意書に署名した。内容は年間1500万トンの原油を20年間、計3億トン、中国側に供給するというもので、中国開発銀行がロスネフチに150億ドル、トランスネフチに100億ドルの定理融資というロシア側に有利な融資を行ったことで実現したものである。中国向け支線の建設工事は、 ロシア領内では2009年4月27日、中国領内では2009年5月18日に開始され、2011年1月1日、ロシアから中国向けの原油供給が始まった。エスポパイプラインの本線ルートは、タイシェットカザチンスコエスコボロディノコズミの港で、パイプライン全長は 4857km に及ぶ。 タイシェットからスコボロディノまでの 2757km がパイプライン第一期工事と呼ばれ、スコボロディノから小ミの絵の 2100km 分が第二期工事、さらにスコボロディノから中国爆画圏を経由して大圏市への視線が付設されている。なお環境保護団体の抗議運動もあり、パイプラインのルートは当初計画のブリアート共和国を 通過する、ルート代わりに、バイカル湖の4 0トル北側、サハ共和国を通過する形に修正された。また、このエスポ石油パイプラインと、並行する、ヤクーチャハバロフスクウラジオストク天然ガスパイプラインも、建設される予定である。当初計画によると、パイプライン直径は1 2 2 0ト、mm、ルで1日60万バレルの流量であるが、2016年までに、 パイプラインの容量は1日100万バレル、2025年までには1日160万バレルまで拡張することが計画されている。中国支線への流量は1日30万バレルで、ロシア側の建設コストは6億ドルとされている。パイプラインには、ポンプステーションが32カ所設けられ、うち13カ所には、総量267万立方メートルの貯輸送が、設置される。 また、ポンプステーションへの電力を供給するため、サハ共和国のオリオクミンスクにエスポパイプラインの石油を燃料とする、出力35メガワットの極地、使用設計火力発電所が建設された。小隅の港ターミナルには、容量35万立方メートルの貯輸送が設けられ、ターミナルの積み出し能力は1日30万バレルである。 第一期工事の建設費用は122億7000万ドルになり、輸出ターミナル建設費用は17億4000万ドルに上る。イルクーツク州タイシェットからアムール州スコボロディノまで全長 2757km に及ぶ第一期工事はシステマスペクストロイ社、クラスノダルストロイトランスガス社、ボストクストロイ社、アメルコインターナショナル社、IP。 セット SPB 社によって建設された。2008年夏には、パイプライン増圧施設用発電所に使用される、バルチラ社製 16V32 エンジン5機が設置された。パイプライン第一期工事の建設コストは、総額122億7000万ドル、輸出ターミナル建設費用は17億4000万ドルで、工事は2009年12月に完了した。 スコボロディノから太平洋沿岸部まで全長 2100km の第2期工事は第1期工事の後建設が開始され2014年までに工事完了の予定であるエスポ -2 の工事が完了するまではスコボロディノから小隅のまで鉄道で原油が輸送されている2010年9月27日 スコボロディノ、体系石油パイプライン開通式典のメドベージェフ、大統領と、胡近島国家主席。スコボロディノから、ロシア、中国国境アムール側までのパイプライン支線 64km 分は、トランスネフチ社が建設し、国境から、体系市までの 992km 分は、 中国石油天然技集団が建設を担当し、市船の建設工事は2010年9月に完了した。2017年5月にはこのパイプラインを通じた、中国の原油輸入量が1億トンを超え、2017年11月に9 4 1 8トルの第二ルート建設の工事も完了して、年間3000万トンの供給が可能になった。 エスポパイプラインへの原油供給は、シベリア西部のトムスク州とハンティマン市自治管区、ユグラから減損するオムスクイルクーツク、石油パイプラインによって、タイシェットまで輸送され、その後タイシェットで、東、シベリア産の原油も供給される。初期計画では、ロスネフチが2200万トン、スルグトネフテガスが800万トンを供給する予定である。 2010年11月、トランスネフチ社の少数株主でもある活動家、アレクセイ・ナワールニーは、パイプライン建設費用のうち40億ドルが横領、着服されたと告発した。トランスネフチ社社長、ニコライ・トカレフは、この横領疑惑を否定している中国への原油供給は2011年1月に開始されたが、その1月分の原油代金について、中国側が、 一方的に代金を減額して支払うという問題が発生した。これは中国側が大シェットからアムール側爆画券までの価格が大シェットから小済みのまでの価格と同じ1バレル約8.3ドルであるのは不当とし当該分を減額して支払ったものでロスネフチとトランスネフチは提訴の準備もしたが2012年2月 ロスネフチが1バレル1.5ドルの値引きを提示して合意がなされ、中国側は2011年1月以来の未納金1億3000万ドルを支払い解決した。ありがとうございます。